皆さんこんにちは、カイカイです。デッドスペースリメイクの新しい映像が公開されました。こちら IGN から出てきているんですけども、 IGN の英語版にしか投稿されていなくて、日本語版の映像っていうのが、ありませんでしたので、残念ながらこの動画では英語版の映像を見ていくことにはなるんですけども、まあ主にグラフィックスとかに注目していく予定ではありますので、そこは問題ないかなと。で、このデッドスペースといえば、カリストプロトコルを作ったグレン・スコーフィールドさんが制作に携わったゲームとなっておりまして、まあその共通性っていうのはね、誰が見ても明らかなものだとは思うんですけども、ある種カリストプロトコルの元ネタになったゲームです。で、そこでどういう違いがあるのかに加えて、グラフィックスの違いがどうなのか、そういったことにも注目していけたらなと思っておりますので、早速入っていきましょうか。正直ちょっと元々のデッドスペース昔すぎて、どんくらい変わってるのかあんまり覚えてないんだけども、まあ現在見てる感じだとグラフィックスは綺麗だけど、業界トップクラスっていうほどではないかなって感じですね。USG イシムラですね。電気がついてない。この辺からもうすでに雰囲気作りが始まってるんですよね。これはすごいいいと思う。Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? I'm a computer analyst. おお。カリストプロトコルが唐突に投げ込まれるのに対して、こっちはまあいきなり飛行船乗ってるんで、その辺で言えば投げ込まれるっていう見方もできるんだけども、その石村っていう場所に行くまでの間に雰囲気作りをすでに行っているっていうのはすごい大きなことだと思う。うまくホラゲやれるかっていうのをね、見たい。カリストプロトコルはホラゲというよりかはアクションゲームでしたので。おお、爆発のエフェクトは結構好き。こうパワーがありますね、爆発に。M 押すと YouTube ってミュートしちゃうんですね。Shit, but better than a broken neck or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. That I always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen. あの管制塔がバグってるせいで今みたいなことになったってことですね。Singularity core's a mess. Could be worse, but not by much. Then let's get some help. Johnston, stay with the Kellyan. We'll send a medic. Everyone else, with me. お、今チラッと顔見えた。やっぱり顔面のモデルのクオリティについてはカリストプロトコルの方が上かな。現時点で雰囲気作りとかそういったゲームプレイ的な要素はこっちの方がうまくやれてるんだけども、技術的な側面についてはあっちが上かなってところですね。Especially on CEC staff. You see anyone in flight control? No, nobody. 管制塔には誰もいないと。イシムラ。At least we didn't take out the sign.
この部屋でもまだなんか仲間が3人いるからちょっと安心感がありますよね。こういうゲームが安心感をくれるのって、それをぶっこ抜いて不安にさせるための演出でしかないので、この3人はすぐにいなくなるはず。あのデッドスペースの元々のやつの記憶とか全然残ってないんで、昔すぎて。で、装備品をくれるはずの人のロケーションが見つからないと。ていうかこの USG 石村っていう船も、こう星を割るっていう風な言い方されてたんだけども、結構壮大なミッションで来てたんですね。System. Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, the tramps. Could do that kind of damage to a planet. 船の半分ぐらいもう行っちまってるぜ。ああ、なるほど。別の部屋に入ってる状態で何か起きる？違うか。いや。Quarantine activated. Another malfunction? No. The quarantine systems are all fine. 隔離。あ、この3人死んだな。OK。じゃあちょっと技術的な側面の話もしようか。いきなり入っていくけど。ここまでね、あんまなかったんですよね、話すことが。キラッキラしてますね、このモデル。エイリアスかな？ライティングとか影とかそういった系の解像度が少し低いのかもしれない。まあ、許容範囲というか、自分が普段 PC で遊ぶゲームよりかはよっぽど解像度高いですけどね。まっとうな、4090とかそういうゴリゴリの GPU とかじゃない限り、ここまでディテール上げること、どの道できないんで、あんま関係ないっちゃ関係ないんだけども、アンチエリアスは多分、何を使ってるんだろうな。エイリアスがちょっとカリカリしてるせいで、ほんのちょっぴり低解像度な印象を与えてしまう部分があると思う。何かしらの再構築でちょっとスムージングを入れるのは、入れてくれたらいいと思う。あ、一人は死んだけど、あと二人は明確に死んだという描写はないんで、あっちまで生きてそうですね。おお。やっぱエレベーターの扉最強説ですね。おお。血しぶきの表現すごいいいと思う。テクスチャに、この血のあれがあるけど、めちゃくちゃディテール細かいですね、この血の表現は。今ちょっとだけカクつきがあったけど、データロードでしょうね、エレベーターだったし。その辺は発売前に最適化してくれるといいんだけども。
奴らの獅子を切り落とせって書いてありますね。そういうパズル、なるほど。うわあと一発、おお。危なかったね。で、結構よく見かけたのが、あのカリスプロトコルの批判としてよく見かけたのが、まあ基本的に歩くだけで探索がなかったと。でもこっち、デッドスペースについては、しっかりとした探索要素があるという評価、確かだったので、それもすごい楽しみですね。こう、いろんなエリア行って、新しいアイテム取って、で、ちょっと遡って、みたいな。眉間を撃ったのに死ななかった。獅子を切り落とすまでは動き続けたぞ。お、やっぱり生きてたね、あの二人は。Oh my god, Isaac. You made it. Just. They're everywhere. Shin is here. He's gone. Nothing I can do. What the fuck are these things? The ones I saw. Some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew?石村のユニフォームを着ている奴らもいたと。We need to get to the bridge. There's a thousand people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs. So how do we do this? あれ、隔離作業のせいでどこにも行けないって。お前ら二人とも技術者だろ。なんとかしてみろよって。I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay.But it's all on Isaac's side of a quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems. And Isaac? Yeah? I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. ニコールってアイザックの彼女もしくは妻だったよね、確か。どっちか忘れたけど。あと、アイコンのあれ、Xbox 版かなこれ。あ、Xbox 版じゃなくても PC 版でそのアイコン使うって結構あるんで、もしかしたらそれかもしんない。あれ、Xbox 上でこのグラフィック出せるならなかなかのもんだと思いますよ。ステイシスモジュール、ここで手に入れる。おお、ジューシーでしたね。嘘でしょそこ失敗する。電源オフですね。そうそう、で確かなんかこのゾンビみたいな宇宙人みたいなやつらを生成しているのがなんかのあの石のぐるぐるのやつで、あれが精神作用もあるって話だっけ。自分も全然詳しくは覚えてないので
まあ、お、新鮮な状態でリメイク遊べたら最高ですね。ちょうどオーディオログで話してたことがまんま今起こったって感じかな。なんかどっかのパーツが不足してて壊れてるみたいな。どういうダメージ判定になってるんでしょうね。お、一発撃つごとに1ダメージ。で、一本切り落とすと5ダメージみたいな、そんくらいなのかな。お、後ろにもいる。まだやってたのそれお、完了。なんかいるぞ。いいですね、音でわかるの。お、新しい敵か。 OKOK、OK OK、ってことでこんな感じの映像となっております。まあ原作の記憶がねあんまりない人間として没入感が増強された状態で遊べるのはすごく嬉しい。で、グラフィックス全般についてなんだけども、カリストプロトコルと比べると少し劣るかなっていう感じではある。まあだからといってねこのグラフィックスが悪いという話ではないんですけども、カリストプロトコルがね、ゲームプレイとかそっちの側面からいろいろ批判はされてるけども、少なくとも映像の綺麗さにおいてはものすごくいいところ行ってたので、それはまあ理解できる話だとは思う。ですが雰囲気作りとかすごい上手いと思いますし、原作が持っていたこのデッドスペースマジックみたいなものを、きっちりと表現してくれたらとても嬉しいかなと思います。まあ発売1月半ばとかだっけ、ちょっとあんまり覚えてないけど楽しみにしようと思います。ということで楽しんでいただけたらぜひ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。